はいどうも、発狂マシンガンのアシです。今回は神復刻週刊 FP を見ていこうということでやってまいりました。ということでね、チャンピオンズリーグの復刻週刊 FP が来たということで、いやこれ激アツですね。ということで、まあ、結構ね強い選手も入ってたりするということで、まあ、結構無課金美課金勢にもおすすめできるガチャになるんじゃないかなということで、まあ、全選手も能力もちゃちゃっと見ていって、まあ、どの選手が当たりなのか、どの選手引ければいいのか、まあ、何回でも引けるんですけど、まあ、無課金とか美課金の人やったらね、まあ、26回はさすがに厳しい人多いと思うんで、まあ、当たり選手なども、まあ、軽く紹介していきながらもうちゃちゃっと見ていけたらなと思います。ということで、最初に良ければチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやってみましょう。もう早速下から見ていきましょうか。まずルニンということで、まあ、ルニンもまあギリガチ使え使え、まあちょっと厳しいかな。アルナルトビッチ、アルナルトビッチもさすがにガチ使では厳しそう。ルーク・デヨング、ルーク・デヨングはもうクロスゲーで使いましょうと。うん、クロスゲーで持ってこいですね。でお次オタビオ、オタビオを見るとまあこんな感じ、まあちょっとガチスカちょっと厳しいかなって感じで、お次フェルミン、CMF、あーでも結構やれそう、うん、悪くない、まあダブタないか、うんって感じ。あ、ブライム・ディアスいるやん。2列目から飛び出してドリブル全部90乗る、パスも高くて決定も80乗る、今スペシャルもあってキック力も80超えて、フィジカルも80乗るで、ボディコンもある、え逆足最高最高、めっちゃ強いやん。えダブタ、あスキルも優秀、これ当たりですね。ブライム・ディアス最高やんこれ、えめっちゃ強いやんこれ。でお次ビツェル、まあビツェルはちょっと厳しそうかな。でお次ライア、ライア結構能力良かったよ、ね、うん、ライアいいっすね、普通に当たり、まあ、身長ちょっと厳しいけど、まあ、全然当たり枠ではあるのかなと。でお次ニャブリ、ニャブリこれ無課金赤で当てましたね、まあ普通にやれる、普通にやれるぐらいですね。でお次ハフィーニャ、まあハフィーニャはまあまあまあって感じかな。でお次メリノ、メリノこんな感じで、あまあスピーションきついな。でお次デリフト、まあ、デリフトは普通にやれそうやけど、まあちょっと厳しいかな。で次アルバレス、アルバレスはまあ普通に使えそう、うん、全体的に高くていいですね。アルバレスいいな、まあダブターないけど。で次マルキーニョス、マルキーニョス見ていくとこんな感じ、まあちょっと厳しいかなと。で次ペドリ、左ウイング登録のペドリですね、うん、まあまあまあ悪くはないけど、毒ペドリとか、まあ、結構昔のやつ持ってたらまあいらんかなって感じで。これノイアー結構強いんじゃない？あ、そうでもないか、キャッチング低いな。で次グリーズマン、グリーズマンは毎回強いイメージがあるんで、スピードちょっと低いな、あの悪くはない。でベルナルド・シューバー、これ多分ダブタついてるやつよね、ダブタついてるんでいいんじゃないかな、うん、普通にありやね、まあ、スピードちょっと厳しいけど。で次ジェズスもこれダブタついたやつやねん、これいいですね、しっかりダブタついて、うん、ジェズスありやけど、ライブレじゃないよな、そこだけちょっとあれやけど、悪くないですね。あ、デンベルこれ強かったよな、やっぱいいな、この習慣、めっちゃ良くない？うん、デンベルこれ当たりですね、スキルも優秀やし、デンベルいいな。で、お次、バルベルデ、バルベルデがもうこれね、ショータイムに並ぶレベルの強さしてるんで、うん、めちゃくちゃいいですね。でもう上の段まで来てんけど、早くね、ハキミ、ハキミもまあ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 って感じかな。で、グバルディオールよ。ここも強いね。これ、グバルディオールもマジで強い。サイドバックめちゃくちゃ使えると。で、お次、ケイン。まあ、ケインはちょっと厳しいのかなと思ったり。で、デブライネもいるやん。いいね。デブライネ普通に強いですね、これ。まあ、スピションちょっとあれなんで。まあ、最近来たなんか、国のやつには劣るのかなって感じやけど。で、まあ、ラスト、ムバッペ。まあ、ムバッペはちょっと微妙かな。無料配布でいい感はあるかなって感じですけど。まあ、普通に神ガチャやね。まあ、当たり枠で言うと、まあ、ムバッペはまあギリ当たり枠。で、デブライネも当たりかな、ギリ。で、グバルディオルめちゃくちゃ当たり。で、バルベルでめちゃくちゃ当たり。デンベルもまあめちゃくちゃ当たりかな。で、まあ、ジェズスもそこそこ。で、まあ、あとアルバレスそこそこで。ブライムディアスめちゃくちゃ当たりって感じかな。だいたいまあ、そんな感じで。まあ、どの選手も結構ガチ使い使えそうということで。普通に神ガチャですね。なんで、まあ、無課金、美課金勢の人とかも、まあ、バルベルでグバルディオル、ブライムディアス。まあ、ここの3人がやっぱトップ3だと思ってるんで、まあ、この3人当たるまで引いてみるっていうのはワンチャンありかなと思いました、ね。まあ、26ボックスなんで、まあまあまあ出るんじゃない？わからんけど、まあ、結局運次第なんでね。わからんけど、グバルディオル、バルベルで、ブライムディアスがめちゃくちゃ強いと思うんで。いや、ま、ここ当てれたら結構でかいんじゃないかなということで。普通に引いてもいいかな、これは。僕もワンチャン無課金赤で引いてもいいんじゃないかと思うぐらいいいと思いましたね。まあ、デンベルも当たりやもんね、これ。なんで、まあ、デンベレ、ブライムディアス、グバルディオル、バルベルデがまあトップ4かな。
ということで、まあ、ここら辺当てれたらいいんじゃないかなと思います。この週刊バルベルでね、まあ、バグ強化気味なんかなということで、まあ、一応この最近来たショータイムと比較してみるとこんな感じで、まあ、右のバルベルではライブアップでによってブースターあれなんでね、まあ、ちょっと一回なしで見ておくとこんな感じで、ショータイムも右サイドハーフ X にしたらこんな感じで、まあ、めちゃくちゃ強いのマジで、まあ、普通の CMFX にするとまあこんな感じで、まあこれにするとまあいい勝負やけど、え強くねマジで、でブースター発動してる状況やったらこんな感じで、いやマジでねこの週刊バルベルでめちゃくちゃ強いんでね、うん、瞬発めっちゃ高いなって感じで、え強くねマジで強いな、育成にもよるとは思うんやけど、この週刊バルベルでめちゃくちゃ強いですね、これすごいな、マジでやばいわ、スキル的にもいいしね、普通にバルベルで普通にスキル悪くないしね、いやバルベルでマジで強いですねこれは。で、まあ、あとはショータイングバルディオルと比較していくんですけど、まあ、こっちもお任せ X でいいかな、まあ、これで見ると、まあ、こんな感じ、こう見るとやっぱ右のグバルディオルも強いよね。まあ、ブースター、ライブアップで A の時やったらこんな感じでね。いやもうマジ互角やん。強っ。毎回ブースターついてるわけじゃないんだね、習慣は。まあ、それはあるけど、まあ、それにしても強いよね。って感じで。いや、マジでまあ、ショータイム級と言ってもいいよね。いや、グバルディオル、バルベルデがバカ強いショータイムにもこんだけやれてるって、まあ、結構勝ってたりするしね。すごいわ、これ。って感じで、まあ、バルベルデ、グバルディオルがやっぱり、めちゃくちゃ当たりなんじゃないかな、まあ、特にやっぱ守備的な選手ですね、どっちも、まあ、バルベルではまあどっちもできるタイプだけど、守備的な選手でこんだけ強いの補強できるってのはでかいんでね、まあ、アタッカーやったらね、まあ、いろんなところで獲得できたりするけど、守備の選手は意外とやっぱ無課金赤とかやってるとね獲得しづらいとかあると思うんで、うん、普通に引くのありやな、この週刊 FP めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。今日はチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。